どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、2020年になりましたので、今回はおすすめの、クレジットカード、まとめっていうので、まあ、今回はね一般カードバージョンでね、お送りしていきたいと思います。でね、早速いきたいと思うんですけども、まあ、こちらはどっちかというと、まあ、ANA マイルっていう観点というよりかはお得っていうね、クレジットカードの、まあ、まとめっていう感じですかね。まあ、ANA カードで、おすすめっていうのはね、まあ、別にね、まあ、動画出しているんですけども、一般カードでね、ANA マイルを貯める、すごいおすすめっていうのはね、正直難しい部分があって、まあ、100円でね、基本 0.5% で、まあ、0.5 マイルなんですよね。まあ、そういうので年会費が、まあ、かかってしまうんですよね。100円で1マイルっていう場合だと、まあ、年会費がかかってきてしまいますんで、一般カードで ANA マイルを貯めていきたいっていう方だったら、まあ、年会費無料がいいのか年会費有料でもいいのかっていうのはね、まあ、そこも、まあ、考えなきゃいけないなっていう感じですね。まあ、今日紹介するのは、まあ、全てね年会費無料のクレジットカードですので、まあ、その中から、まあ、調べてもいただいてもいいと思いますし、まあ、ポイントサイトでね、ANA マイルを貯めているっていう方は、まあ、ANA 東急クラブ級カードはね今現在、ANA マイルをポイントサイトでね貯めて、まあ、ポイント交換で貯めていくには、まあ、必須のクレジットカードとなっておりますので、まあ、それでいいんじゃないかなって、まあ、個人的には思います。で、まあ、そちらの解説動画もね作っておりますんで、まあ、そちらね見ていただけたらなと思います。それではね、実際に今回の、おすすめのクレジットカードまとめいってみたいと思うんですけども、まずはじめに、booking.com クレジットカード、まあ、先日こちらね単独の動画で、まあ、紹介させていただいたんですけども、まあ、こちらのクレジットカードは、まあ、年会費無料でさらに 1% の還元額でプラス、自動キャッシュバック機能がついてまして、まあ利用した金額が、まあ、後日 1% 返ってくる、まあ、現金で返ってくるクレジットカードなんですよね。で、さらにねこれ booking.com のクレジットカードで、まあ、発行して、まあ、先着ではあるんですけども、まあ、発行しただけでねジーニアス会員に、まあ、なれるんですよね。まあ、こちら、まあ、ホテルの特典なんですけども、まあ、そういうのが受けられるクレジットカードで、でこの booking.com のクレジットカードは、まあ、1% なんですけども、まあ、キャッシュっていうね、まあ、先日紹介させていただいたプリペイトカードっていうのは登録できるんですよね。ですので2020年の3月31日までは 2% の還元額が、まあ、常にね受けられるクレジットカードで、4月以降は、まあ、ちょっとね還元額下がって 1.5% にはなってしまうんですけども、やはりね自動キャッシュバックっていうことでポイント移行とかね、まあ、そういうのがめんどくさいっていう方はね、まあ、このBooking.comクレジットカードをね、まあ、そのまま使う、まあ、ちょっと手間でもいいんだったらキャッシュを登録して、まあ、2% まで還元額上げることもできますし、年会費無料でね 2% の還元額が受けられるっていうことで、まあ、特にねデメリットもないんですよね。ですのでぜひねこちら年会費無料ですからね、ちょっと検討してみていただけたらなと思います。で次に、P1 with クレジットカード、まあ、こちらもね結構有名になってきたクレジットカードで、こちらも自動キャッシュバックっていうよりかはもう本当に 1% の金額を請求書から引いてね付与してくれるっていう、請求してくれるっていうクレジットカードなんですよね。だからまあ100円決済したら99円の明細が来るみたいな、まあ、そんなクレジットカードなんですよね。しかも、1% の還元額で年会費は無料で、この P1 with クレジットカードは 1% を、現金自動、現金でそのまま請求書で引いてくれるんですけども、あとね、この 0.5% はポケットポイントっていうものがたまって、これを T ポイントに交換すると、まあ、0.5% の還元になるんですよね。ですので、まあ、自分でね、ポイント移行はしなきゃいけない。さらに、まあ、T ポイントじゃなきゃいけないっていうのもあるんですよね。まあ、これが T ポイント以外だとね、まあ、1.3% になってしまうんですけども、まあ、1.3% になってもいいんであれば、まあ、現金でもね、そのポイントは還元が受けれることができます。P1 with クレジットカードなんですけども、ちょっとね、デメリットがあって、最初ね、このクレジットカードが到着すると、このクレジットカードね、リボ払い専用のクレジットカードなんですよ。もともとはね。なんですけども、まあ、リボ設定に最初からなってるんですよね。ミニマムペイメントっていう、
のに最初から設定されてるんですけども、まあ、これをね自分で全額コースに変更しなきゃいけないんですよね、うん、まあ、カードが到着したら、まあ、これをね変更しなきゃいけない。でさらにねこれね到着した時はリボ払いになってるんですけども、まあ、それを使ってしまって、あ、いけない、このクレジットカードリボ専用じゃんみたいな感じで買い物した後に、あ、全額コースに変更しようってなりますよね。できないんですよ、うん、っていうのがねちょっとねデメリットっていう感じなんですよね、まあ、さらにね先ほど言ったキャッシュ、ブッキング .com は登録できるんですけども P1Wiz はね残念ながらキャッシュに登録できないんで、まあ、最大は T ポイントだと 1.5%、まあ、それ以外だと 1.3% のクレジットカードっていう風になります。で次にですね、リクルートカード、まあ、こちらも結構有名なクレジットカードでね年会費無料で、還元額は 1.2% なんですよね。でポイントは、リクルートポイントっていうポイントが貯まります。ですので、まあ、リクルートポイントをね、ポンタポイント、まあ、ローソンとかで使えるポンタっていうポイントありますよね、まあ、あれを経由して、まあ、JAL マイルとかね、D ポイントとかに移行することができます、まあ、D ポイントにすると、まあ、ドコモの支払いとかね、まあ、ドコモユーザー限定にはなってしまいますけども、まあ、ドコモの支払いに充填したりとか、まあ、ローソンとかでね、私が結構ね動画で紹介させていただいている、まあ、お試し引換券とかにね、交換できますんで、まあ、そういう意味ではまあいいのかなっていう感じですね。でさらに、このリクルートカードはですね7個にチャージできるんですよね。チャージできるとは、まあ、チャージは誰のどのクレジットカードでもできるんですけども1月3万円までポイント対象なんですよ。1月3万円までポイント対象っていうことなんで7個にチャージできるとどういうことかっていうと、まあ、最近ね、まあ、請求書とかもう対象外で払えなくなっちゃったんですけども今もね税金は払えるんですよね、うん、ですんで税金を払うのに、まあ、利用できるんですよね。このリクルートカードだとね。ですんで、まあ、毎月3万円って決まってるんですけども、まあ、毎月ね、税金の額って、まあ、ある程度決まってると思いますんで、まあ、ちょこちょこチャージしてって、まあ、残高を増やしていって、まあ、税金が来た時に、まあ、支払うみたいな感じでやれば、まあ、税金を支払うのにも、ちゃんとポイントがもらえるっていうことになるんですよね。でまあ、これね7個以外にも、まあ、スイカとかね楽天 AD とか、まあ、そういう電子マネーもポイント対象というふうになっております。で一応ねこのリクルートカードっていうのは、まあ、上限がねチャージだと3万円っていうふうになってますんで、まあ、2枚持ちすることもできるんですよね、まあ、1人で、まあもうちょっと持ちたいっていう方はね JCB1 枚と、マスタービザ1枚みたいな感じで作ることができますんで、まあ、合計2枚ね、作ることができます。ですので、まあ、そちらね両方ともチャージすれば、まあ、1月6万円までね、まあ、7個チャージできますんで、まあ、1月7、6万円あればね、まあ、なんとかなるんじゃないかなって、まあ、個人的には思うんですけども、まあ、そういうね利用方法もできます。まあ、でも年会費無料でね、まあ、1.2% がまあ還元受けれるっていう意味ではまあね、年会費無料で、まあ、1.2% の還元率が誇れるっていうのは、まあね、まあそういう意味ではね、まあおすすめのポイントですよね。まあ7個とかね、まあ電子マネーにチャージして、まあポイントをもらえるクレジットカードっていうのはね、なかなかありませんからね、まあそういう意味でもおすすめのポイントとなっております。次にですね、楽天カードですね。まあ、この楽天カードっていうのは、まあ、1% でね、まあ、楽天スーパーポイントが貯まる、年会費無料のクレジットカードなんですけども、やはり楽天っていうのはね、周りを固めてますよね。まあやっぱりね、楽天電気とか、楽天モバイルとかね、まあそういう、まあいろんなところで、まあ、ポイントが貯まる。最近ね保険とかでもまあポイントが貯まるようになってきて、しかもこの楽天ポイントっていうのはね、この楽天カードで支払った、まあ、請求にもね、まあ、最近では使えるようになったりとか、まあ、楽天 SPU っていうまあありますよね、まあ、ポイントをまあいろんなところで買い回りとかするとね、まあ、還元額、まあ、パーセンテージが上がったりするみたいなね、まあ、そういうサービスがあって、いろんなことを楽天で集めてるっていう方はね、この楽天クレジットカードはね、やはり年会費無料で、まあ、1% の還元額がね、まあ、誇れますんで、しかもその SPU っていうのをね、まあ、利用して、いろんなところで買い回りすればね、さらにねポイント何倍みたいなのね利用できますんで、まあ、そういう意味では、楽天ポイントはね、まあ、使いやすいのかなって
っていう感じがしますよね。でこの楽天ポイントはですね、ANA 周りに交換することができます。まあちょっと半分にはなってしまうんですけども、利用することができます。次にですね、エポスカードとイオンカードですね。まあこちらちょっと2枚で一緒に紹介させていただくんですけども、まあ両方ともね、一定期間、一定の利用額以上ね、利用すると、まあ無料でね、ゴールドカードへの、招待状が来るんですよね、この2つのクレジットカード。まあ、エポスカード修行とか、まあ、イオンカード修行みたいなね、まあ、そんな感じで呼ばれたりしてるんですけども、一定額をね、まあ、ずっと使ってると、まあ、イオン側エポス側からですね、招待状が来て無料でゴールドカードにしませんかみたいな感じのね、話が来るんですよね。ゴールドカードをね、まあ、無料で保有できるっていう、まあ、チャンスなんですよね。まあ、ゴールドカードになれば、空港のねクレジットカードラウンジに入れたりまあ、そういう特典もつくわけなんですよね、うん、でまずねエポスカードなんですけども、エポスカードはもともとね、クレジットカードでも私は結構おすすめしているクレジットカードで、海外旅行保険がとても充実しているクレジットカードで、持ってるだけで海外旅行保険のね、保証が受けれてしまうっていうね、レアなクレジットカードなんですよね。ですので、まあ、こちらねさらに、ゴールドカードになると、まあ、クレジットカードラウンジにも入れたり、さらに、この保険額もねさらにアップしたりするんですよね。まあ、そういう意味でも、まあ、このねエポスカードっていうのはね、まあ、かなりおすすめというふうになってるんですよね。でもう一つイオンカードなんですけども、まあ、イオンはね年会費無料で、貯まるポイントはときめきポイントということで、こちらも、ゴールドカードになるとですね、こちらちょっとエポスとは変わって、まあクレジットカードねラウンジと呼ばれている、空港のカードラウンジにね入ることができるんですけども、さらにねイオンモールっていう複合施設、まあ巨大ショッピングモールみたいなのありますよね。まあそういうところにはイオンモールの中にイオンラウンジっていうのが入ってるんですよね。うん、それどういうものかっていうと、このゴールドカードだったらね無料で入ることができて、まあ、食事はないんですけども、まあ、ソフトドリンクとかねちょっと休憩できるスポットみたいな感じで、まあ、無料開放じゃないんですけども無料で利用することができるんですよね。まあ、このゴールドカードをね、まあ、持っていたら、まあ、そちらにね無料で入ることができます。まあこのイオンラウンジに関しては、まあ、イオンのね株式とかを持ってても入ることはできるんですけども、まあゴールドカードでね、まあ、年会費無料で、まあ、そのサービスも受けることができるようになりますんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、とてもおすすめっていう風になっております。でこの2つのエポスカード、イオンカードはですね、ANA マイルを貯めることができます。ちょっとねポイント交換で、は必要なんですけども、まあ、70% でね、まあ、両方とも、まあ、できなくはないですけども、まあ、ちょっとかなり複雑っていうルートになりますんで、まあ、そんなにおすすめではないですけども、まあ、できなくはないですっていうので、まあ 70% でね、まあ、ANA マイルに交換することができます。いかがだったでしょうか。今回はね2020年の版のおすすめのクレジットカード、まあ、一般カードっていう感じですね。まあ、全部ね年会費無料で今回ね集めさせていただいて、やっぱりねクレジットカードを保有するってなると、年会費無料じゃないと作らないって決めてる人もね中にはまあいらっしゃると思いますんで、まあちょっとね参考にしていただけたらなと個人的に思います。まあねこのクレジットカードっていうのは、まあ結構ねご自身のまあ考え方とか、まあ、生活スタイルによってね結構分かれると思うんですよね。近くにセブンイレブンがあって、いつもねイトーヨーカドーで、まあ、こう買い物してるよみたいな感じの方はリクルートカードがいいと思いますし、いやいやもう全部自動キャッシュバックで全部現金で受け取りたいっていう方はねブッキングドットコムのクレジットカードがいいと思いますし、イオンとかでねよく買い物されるよっていう方はねイオンカードがまあいいと思いますしね。まあ本当に人それぞれによってねこの選ぶクレジットカードっていうのはまあ変わってくると思いますんで、まあぜひね
ご自身に合ったクレジットカードをね、まあ、選んでいただきたいなと思います。まあ、最後にですね、まあ、ANA マイルを貯めるっていう意味では、まあ、ちょっとねポイント交換ルートを複雑でもいいんだったらエポスカードイオンカードでもいいと思うんですけども、いやそれめんどくさいよっていう方は、まあ、楽天カードはね、まあ、半分にはなってしまうんですけども、まあ、楽天カードでねANA マイルにね交換することできますんで、まあ、そのルートが一番簡単なのかなっていう感じですかね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。